日本影后黑木瞳登场。黑木瞳以百变演技纵横日本影坛，在电视、电影、舞台剧、广播、歌唱领域活跃。当然，这一次呢，来台湾不仅担任金马电影大师课的讲师，也深入了剖析如何切换演员、导演的身份。我们从1997年的《失乐园》，一直到2002年的《鬼水怪谈》，您到现在都完全没有变，是很冻龄的状态。可不可以想请教一下，身心灵到底应该怎么样保养，可以像您一样年轻貌美？そんなことないよ。他说没有这回事，そんなことないよ。もう本当にアジアではとても有名なこの金馬賞にのこの雰囲気に初めて体験しますことを大変光栄に思ってます。那我第一次参加金马奖，然后能够感受到现场热烈的气氛，我觉得非常的荣幸。そうですね。受賞なさった方々のご迷惑にならないように。ちょっといつもより何でしょうカジュアルにしてみました。那我想说，我不要强调今天入围者的光彩，所以穿的比较就是可爱轻便一点。とってもプライベートで仲のいいチャンチェンは飲み友達なんですけどプライベートしか知らないので俳優としてのちゃんとご一緒したいなと思ってます。我想合作的是我私底下也很熟的张震，因为我们有机会常常会出去喝酒，所以我只知道他私底下的样子，有机会希望可以用演员的身份一起合作。